レナード・ランドロワ・レオナルト・ランドイスは、ドイツの生理学者である。1874年に異なる動物の間での、輸血が、溶血反応などを起こすことを、試験管内と動物の生態実験で証明し、それまでに350例余りも行われた人への、動物の血の輸血の結果をまとめ、危険で有害な治療であることを示した。その結果、 動物の血液の輸血は行われなくなった。ミュンスターに役人の息子に生まれた。兄弟に動物学者のヘルマン・ランドイスがいる。グライフバルト大学で医学を学び、寄生虫の研究で学位を取り、医学免許も得て、数ヶ月、ミュンスターで3回を務めた。1863年に、グライフバルトの生理学、解剖学研究所の助手となった。 1866年に、ドイツ自然科学、アカデミーレオポールディーナの会員に選ばれた。1868年に解剖学、生理学の非常勤の教授。1872年に、常勤の教授となり、生理学研究所の所長となった。ランドイスが教えた人物には、ルドルフ・ローゼマンラがいる。1863年に設立された。 グライフバルト医学会の事務局長を務め、その後何度か会長を務めた。テオドールビル・ロートと共に、輸血や血液の凝固の研究を行い、1874年に異なる種の動物の血液を混合することで、溶血反応などを起こすことを示した。 http://voxsangman.caesar.net コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ 275860943.html ありがとうございます。